骨寺村松園遺跡は岩手県一ノ関市玄備町本寺地域に位置する中村寺に現存する国の重要文化財の二葉の松園絵図に記された景観が現存する遺跡である。2005年に国の史跡に指定された。また、史跡指定区域を包括する伝統的な村落景観が一ノ関本寺の農村景観として2006年に重要文化的景観に選定された。 骨寺村は、平泉の西方約1 5トル、岩井川沿いの小盆地に所在しており、中村寺共造別等の所領であった荘園である。骨寺村荘園遺跡は、道の区国骨寺村絵図の、骨寺村座形図と、骨寺村刺図に描かれた景観が、鎌倉時代当時のまま現存する遺跡として知られる。中世の村落景観を具体的に描いた貴重な、 絵図と文書が中村寺に伝来するとともに、絵図に描かれた寺院や神社、岩屋などの施設が、今日まで伝えられている。中世大宇地方の村落の様相を伝える数、少ない考古資料であり、中村寺を支えた荘園の詳細を知る上でも、学術上極めて重要な遺跡である。さらに、大規模な開発行為がなされず、周囲の地形や環境、景観がいずれも、 極めて良好に保存されており、絵図の世界を現地で実際に伺うことのできる貴重な遺跡であることから、2005年3月2日、国の史跡に指定され、昭園遺跡を構成する三濃窟、不洞窟、白山社、駒金神社、捨て見武堂跡、若神古社、時計塚、大志堂、梅木大石、縁西遺跡、溶外館跡,跡について保護が図られることとなった。現在、 管理団体である一ノ関市を中心に遺跡保存と活用の取り組みが進められている。2001年に世界遺産登録の前提となる暫定リストに平泉浄土思想を基調とする文化的景観の一部として記載された。2008年の第32回世界遺産委員会の審議では登録延期が決定した。登録は結局見送られたものの文化庁岩手県では 2009年に、コツテラ村松園遺跡を含む4資産を除外して、2010年に、ユネスコへ再度、申請をした。2011年5月に、国際記念物遺跡会議が、世界遺産への登録を勧告したため、同年6月に、平泉、仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群、として、世界遺産に登録された。2012年、柳の御所遺跡、 タッコククス、白鳥館遺跡、長者ヶ原廃イ跡とともに、再び暫定リストに記載された。ありがとうございます。